スノーマン冠番組に LDH 制出演で大反響、旧ジャニ忖度、消滅の兆しも実力が試される諸刃の剣。8日放送の、それスノーマンにやらせてください2時間半 SP、TBSK で放送された企画が大反響を呼んでいる。その企画とは、ジェネレーションズ関口メンディー、32、と小森隼人、28、ザ・ランページ藤原いつき、26、ファンタスティックス木村圭人、24、ら、芸能事務所 LDH グループと、元モーニング娘、後藤真希、38、マックスの7、47、たちによるダンス女子選抜チームが、即興でダンスを覚え、その完成度を競うというもの。番組では目黒蓮、26、が3代目 J-Soul Brothers のヒット曲、RYUSEI、を踊り、LDH 勢が修二と明の、青春アミーゴ、を踊る場面もあった。旧ジャニーズ事務所といえば、他事務所所属の男性グループが音楽番組に出演しないように圧力をかけていたという報道もあった。今回のコラボについて、メンディーも、歴史が動いた気がした、ドッキリかと思った、と発言し、本人たちも、共演は難しい、と密かに感じていたことをにじませた。